皆さんこんにちは。精密測定機器メーカーのマグネスケールです。デジタルゲージを選ぶとき、どの製品がお客様の使い方に合うのか困ったことはありませんか？マグネスケールのデジタルゲージは用途に合わせて豊富なラインナップを用意しています。この動画では選定のキーポイントとなる測定範囲、繰り返し精度、精度、分解能の4つの項目からゲージの選び方を解説します。これにより用途に合わせた最適なゲージを選定できます。まずはじめに測定したい範囲はどのくらい必要なのか確認して測定範囲を決めましょう。マグネスケールのデジタルゲージには大きく分けて3つのシリーズがあり、5ミリから205ミリまで測定範囲を選ぶことができます。またゲージを取り付けるブラケットの位置や可動範囲も確認して決めてください。この時他の部品やブラケットとの干渉がないか、取り付け紙の交差も確認してください。 2D と 3D の CAD データをご用意しているので、設備設計の時にご使用いただけます。測定値の再現性を高めたい、より精密な測定をしたい場合は、繰り返し精度が良いゲージを選びましょう。繰り返し精度とは、同じ部品・位置を同じ環境条件で繰り返し測定した時の測定値のばらつきのことを言います。繰り返し精度が必要な方には、Φ8 のデジタルゲージがおすすめです。スピンドルの修道機構にボールスプライン構造を採用したことにより、安定した動作と高精度な検出センサによって優れた繰り返し精度を実現しています。次は必要な精度を確認しましょう。精度とは、各デジタルゲージのフルストロークでの測定値がどれだけ正確なのかを表します。当社ゲージ製品にはすべて標準で精度表が同梱されています。高精度な測定には Φ8 のシリーズ、耐環境性・光合成を求めるなら DK シリーズ、あるなし・ポカよけ判定などには DT シリーズがおすすめです。精度は測定範囲によっても異なりますので、機種を決めたら詳細の仕様も確認してください。次に分解能を見ていきましょう。分解能とは最小読み取り値のことです。物差しでいうところの測定できる最小メモリを指します。分解能が小さいと細かい変化量も測定できますが、保存するデータ量が増えたり、測定環境によっては最小桁がふらついて読み取りにくいなどの問題が発生することがありますので、適切な分解能を選択してください。精度や分解能が決まりましたら、次は適切な形状のデジタルゲージを選んでください。まずはじめに DK800S シリーズの紹介をします。さまざまな形状のラインナップを用意していますので、アプリケーションに合わせて形状を選んでください。例えば標準的な Φ8 の割り締めブラケットで取り付けがしたかったり、狭い場所に複数軸設置したいときはストレートタイプ、デジタルゲージの取り付け時に締め付けすぎて壊した経験があり締め付け時のトルク管理を避けたかったり、デジタルゲージの取り付け位置をフランジ基準であらかじめ決めたい場合はフランジ付きのタイプ、ゲージの測定軸方向にスペースがなくケーブルを直角に出したいときは L 字のタイプ、使用環境や駆動方法に合わせて選ぶこともできます。圧縮エアーでスピンドルを押し出して駆動させたいときは空気圧押し出しタイプがおすすめです。空気圧押し出しタイプは測定をしていないときにスピンドルを引き込んでおけるので衝突の可能性が低く、圧縮エアの出し入れで駆動できることが特徴です。 C
真空エアーを使ってスピンドルを引き込んで駆動させたいときはライトアングルタイプがおすすめです。真空引き込みは空気圧の微調整をしなくてもスピンドルの測定力が一定にできるメリットがあります。次に DK シリーズの紹介をします。 DK シリーズはステム径が Φ20、Φ32 となっています。耐環境性、光合成に優れた強固な構造と最大205ミリの超ストロークまで対応できることが特徴です。測定範囲10ミリと25ミリにはストレートタイプとライトアングルタイプがあります。ケーブルを出したい方向に合わせて形状を選んでください。最後に DT シリーズの紹介です。 DT シリーズはΦ8 ステムを使用した取り付けと側面の取り付け穴を使用した取り付けを選ぶことができます。 DT シリーズのうち測定範囲が32ミリの機種では駆動タイプを選ぶことができます。スピンドルを押し込んで測定し、内蔵バネでスピンドルを押し戻したい場合はバネ押し出しタイプ、通常時はスピンドルを引き込み圧縮エアーでスピンドルを駆動したい場合は空気圧押し出しタイプをお選びください。お客様の使用環境によっては耐環境性が必要になることもあると思います。豆知識として保護等級をご紹介します。マグネスケールでは各デジタルゲージの保護等級に合わせた評価試験を実施しています。お客様の使用環境に合わせた最適なゲージをご提案します。いかがでしたか？今回ご紹介した以外にも測定力の変更、ケーブル長、分解能の変更など特殊仕様として受けたまわりますので、お気軽にご相談ください。ご視聴ありがとうございました。